料理開拓人の堀田祐介です。コーヒー動画2本目ということで、今回からちょっとターゲットを絞り込んでいこうと思いまして、はい、自宅で道具にこだわる30代から40代の男性向けのコーヒー動画というところで絞っていきたいと思います。そして今日は何を入れますか？今日ね、アイスコーヒーの入れ方を一緒に勉強しましょう。パソコンの皆さん、美味しいアイスコーヒーを入れていきますんでね、はい、で入れるにあたって、3つのポイントを今日はご紹介していきます。で、まず1つ目、1つ目はね、鮮度です。はい、鮮度です。そして2つ目、温度ですね。そして最後3つ目、蒸らしです。はい、じゃあこの3つに今日はポイントを絞って動画をお届けしますので、どうぞ。とにかくコーヒーは鮮度が命なので、入れる直前にコーヒー豆を引いてください。ミルはいろいろあるんだけど、今日はこの真ん中のこちらを使っていきます。おー、なんかかっこいいですねこれ。ミルについて解説をしていっていただきたいんですけども。 OK です。このミルね、すごい重量感が良くて、しかもグリップしやすいです、ね、ですごく回しやすい。しかもコーヒーの粉はすごく綺麗に引けるんで、おすすめです。一つ目の、コーヒーの鮮度、はい、これについてちょっとお願いします。コーヒーの豆は一月が一番美味しく飲める期間なので、買いすぎないということですね。そうですね。ご自宅で保存するときは、はい、あのジップロックに入れて冷凍庫、うん、もうこれが一番いいです。ポイント二つ目のお湯の温度についてですけども、はい、こちらじゃあ解説お願いします。はい、理想的な温度って90度から95度ぐらいです。沸かしたての100度のお湯をポットに移し替えます。5度から10度温度が下がるので、コーヒーにとってちょうどいい適温になります。蒸らしについてですけども、はい、まあ蒸らしっていうと車で言うとアイドリングみたいな、準備運動みたいな。そうですね。まずポイントはコーヒーの粉全体にしっかりとお湯を染み込ませていきます。濡れてないところがないように。今日はね、 30cc、 はい、はい、スタートの状態でたっぷり氷入れたグラスに一気に注ぎます。美味しそう。じゃあ試飲していきたいと思います。うん、香りも良くて最高ですね。ぜひ絶品のアイスコーヒー自宅でもチャレンジしてみてください。それではさよなら。